皆さん、こんにちは。韓国の本が好きなあなたへ、話題の本のゲストトークや注目の新刊情報をお届けするインターネットラジオ、聞いて読んで楽しむ K-BOOK ラジオです。担当するのは K-BOOK 振興会の佐々木静代と小倉ゆりです。3月の私これ担当しましたはスペシャルバージョンでお届けします。先月2月末に出版されたエッセイ、私の中の黒い感情の編集を担当されたポプラ社の桜岡美香さんと、翻訳を担当された桑畑由香さんもお越しくださいました。桜岡さん、桑畑さん、本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、担当しましたのコーナーの時には編集担当者さん、そして訳しましたというコーナーもあるのですけど、今日は二つが一緒になってやるようなバージョンになっていますので、リスナーの皆さんにお得になるかなと思います。で、実は桜岡さんとはこうして、まあ今、ズーム越しですけど、直接お話しさせていただくのもまだ2回目なので、お互いにまだ緊張していますが、頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、桑畑さんとはね、だいぶ長いお付き合いになりまして、いつかこの番組にもお招きしたいと思いつつ、思いがけずね、桜岡さんからのご提案もあって、お招きできます。ありがとうございます。はい、光栄でございます。ありがとうございます。今日は、今収録している今日は東京からですか、桑畑さんは。はい。ソウルに先週行ってたんですけれども、うん、戻って、今は日本で。ああ、そうですか。はい。で、私が入れ替わりに、実は昨日から、韓国テグに来ておりまして、今日はテグから、はい、収録をさせていただいてます。はい。なんか、テグの空気を。ね。吸いたい。すごい時代になりましたよね。こうしてね。うん、オンラインの良さというか、どこにいてもできるっていうのすごいなって今回、うん、本当です。はい。でも仕事ができてしまう。まあ逆に本当ですね。やるっていう。私今いるところテグもどちらかというと暑さ寒さが厳しいところなんですけど、今日は多分日本と同じぐらいになるかなと思うんですけど、うん、先週いかがでしたか？桑畑さんはソウルの方中心でしたか？そうですね、ソウルにだけ行ったんですけど、最初は手袋とか入れなくて、割と日本と同じだなと思ったんで、なんか突然ですね、ある日寒くなって、なんかマイナスになってですね、手先がなんかジンジンするような寒さ、うんうん、マイナスって、ね、しばらくないですよね、日本でも。うんうん、ないですね。懐かしいなって、でもなんか空気が冷えると、なんか冬の韓国独特の匂いがですね、香りが立ち込めてきて何なんですかね。なんか枯れた葉っぱというか、なんか焦げた、栗みたいな、なんかそういう匂い久しぶりに書いて懐かしいなって思います。そうなんですね。じゃあちょっと今日明日がちょっとだけ朝の時間とかマイナスになるみたいなんですけど、そのマイナス1度ぐらいだけど、朝ちょっと散歩をしてきたんですけど、そこまで寒くはなくて、手袋は別になくても平気だった。本当ですか。へえ、そうなんだ。はい、ドキドキしながら。桜岡さんは韓国へ、今私は韓国にいるので韓国にいらしたことはあるんですかって聞いちゃうんですけど2回ぐらい行ったことがあって、でも全部コロナ前な、ちょっとコロナ禍になってからはまだ行ってないです。すごい行きたいです。羨ましいなと思いながら今会話を聞いていますそうですよね。けどね、コロナ前やっとこう少し今だいぶ戻ってきたかなっていう感じで、昨日、私もコロナ禍以降だと3回目なんですけど、初めて、うん、成田を使ったら、成田もだいぶ賑やかになってるかなと思いつつも、平日だったので、そこまでなくて、はい。主にソウルだったんですか、桜岡さん。あ、もうソウルです。ひたすらソウルで、楽しんでました。ですよね。私もずっとソウルばっかりだったのが、今こうしてね、テグという街にも来れるようになって感無量でございます。はい。
それでは改めてお二人にリスナーの皆さんにそれぞれ自己紹介をお願いしたいと思います。ではまず桜岡さんから、よかったらまあこれまでもし担当された本のジャンルとか本があったらそれをちらも紹介していただければと思いますのでお願いします。ポプラ社の桜岡です。ポプラ社なんですが、大人向けの本を編集を担当しています。で、今回、韓国の翻訳本は初めてなんですけども、いつもエッセイ本だったり、あと実用書みたいな本とかも担当しています。あんまりジャンルは偏ってなく、まんべんなくみたいな感じで、編集とかもやったり、歴史の本とかもやったり、結構幅広く担当しています。ポプラ社さんっていうとね、絵本の会社さんのイメージがあるから、そういう意味では貴重な編集者さんですね。なんかいろいろやってるので、なんかそうですね、今回の韓国本の翻訳もすごいやってみたかったので、です。よかったです。はい、じゃあ改めて今度は桑畑さんもお願いします。はい、翻訳とライターなどをしております、桑畑と申します。主にエンタメ畑が多くて、K-POP 関係とか映画関係、クォンさんで、韓国映画100選、佐々木さんと一緒にさせていただきましたが、そんな感じの本とか、あと、ここ数年は BTS 関連の本をいろいろとですね、やらせていただいております。ポプラ社さんとは今回初めてだったんですけれども、ポプラ社さんといえば、子供の頃に、父親が月に1回ですね、本を買ってくれたんですよね。そういう習慣があって、その時の本に結構で、ポプラ社さんのが含まれていてですね、怪人の十面相とか、なので、会社訪問した時に、その本が飾ってあってね、結構感無量でしたね。あー、みたいな。なんか、自分の原点の本がここにあるみたいな感じ。結構でも大人の本も出してますよね、ポプラ社さんって。いやそちらにいらっしゃるのが、桜岡さんでございます。あ、ありがとうございます。結構ね、あれですよ。鉛筆で奥の細道とかね、以前大ヒットしましたが、あのあたりとかやってらっしゃる。そうか。じゃあ、なんか私の中での、こう、私が特にこのところ、このクオンとか、K ブック振興会の仕事を始めてからは、絵本でのお付き合いが多いせいか、余計にそのイメージがすごくあったけれどもっていうところで、実は知らないうちにいっぱい触れているものがあったということですね、きっとね、私は。ありがとうございます。では、そのお二人に今日は、今回の作品、私の中の黒い感情についてお話を伺っていきたいと思います。こちらは2月末に出版されたエッセイですね。で、著者の書籍としては、2021年に出版された、私の心が傷つかないように、一人でいたいけど、一人になりたくない自分のために、イーソンファさんの役で日本実業出版社さんの本もありまして、今回が2冊目の翻訳本になるかと思います。まずはこの作品、どんな作品なのか、桜岡さん紹介をお願いできますか？はい。私の中の黒い感情っていう、もうタイトルに黒い感情っていうのが入ってるのが、もうすごい衝撃的な第一印象でした。で、本当に自分の中の黒い感情っていうのを赤裸々に出すことってそんなにないと思うんですけども、この本の中にはもう結構黒い感情を通して、こういうふうに向き合ってきたっていう著者さんならではの考えとかがたくさん詰まっていて、で、さらにイラストも描かれる方なんですけども、うさぎちゃんが可愛らしい表情をして、結構毒々しい雰囲気を醸した衝撃的な絵もたくさん散りばめられていて、そのうさぎちゃんを通して黒い感情ということもちょっと知ることもできながら、文章を通して、あ、こういう黒い感情に向き合ってきたんだなっていう考えとかもたくさんあって、ただ黒い感情の案内だけじゃなくって、こういうふうに向き合えば、ちょっと自分の黒い感情とも寄り添えるなっていう考え方もたくさんあり、意外と黒い感情というタイトルだけど、ちょっとなんか、すごい考えさせられたり、解決にもなりそうな本になっています。ありがとうございます。そうなんですよね。まず黒い感情って、タイトルがいいですよね。キャこッれが面チー白い。で、今、ご紹介いただいたような内容で、本当に、自分の中のその黒い感情って言われる部分、どちらかというとね、隠しておきたいような気持ちを、
赤裸々に書いてありつつ、だから、時々そこから向き合えるものっていうのが、描かれてるのかなと思ったんですけど、で、ね、先ほど私はそう、ポプラ社さん、絵本のイメージが強くてというふうに言ったのは、これまで私とポプラ社さんの関係が、韓国の絵本の翻訳出版で、何度かご一緒させていただいたりという機会が多かったので、エッセイ本を、韓国のエッセイ本を出されたのは、とても新鮮な感じがしたんですね。で、まずはこれ、どういう経緯で、なんていうか、翻訳出版しようと思われたのかなっていう、その桜岡さんの意気込みがどうだったのか、そのあたりからまず伺ってみたいんですが、いかがでしょなんか韓国の翻訳うか。本がすごい書店さんに並んでるのはもう前々から知っていたんですけども、なんかいつか担当してみたいなと、ちょっと数年前ぐらいから、多分2年前から思い始めていて、で、その頃にちょっと社内でやってみたい、手を挙げたいなという話をした時に、ちょっとあまりにも韓国エッセイのこととか文化のこととかが知らなかったので、ちょっと桑畑さんをその時に社内の上司に紹介していただいて、で、ちょっと桑畑さんにいろいろ、こういう本があるんだけどどうですかみたいなご意見を伺い、その今回の黒い感情もちょっと代理店さんを通してご紹介いただいた本ではあるんですけども、ちょっと桑畑さんとかにご意見伺いながら、なんかこの本、でもそもそものタイトルもすごい衝撃的だったのと、イラストもすごかったので、なんかやってみたいっていうのは、ちょっと桑畑さんと社内にも両方ご相談しながら、寝ていった感じになります。そっか。じゃあもう本当に最初からこう、なんていうのかな。一緒にそう、本選びのところ、アドバイスも含めて桑畑さんと一緒に進めてきたような感じなんですね。そうですね、もうだいぶいつもちょっと試訳とかしていただいたり、タイトル見まくってようやく一緒に出せた本っていう感じです。そうだったんですね。なんか、桑畑さん、たくさんいろいろ多分ね、その頃候補作としてもいっぱいあったと思うんですけど、まあ、この本の、いいなっていう感じのところで、桑畑さん自身もじゃあその頃思ってたこととかってどんなあたりでしたか？そうです。候補に上がった本でいろいろありましたよね。結構なんていうのか、ほんわかしたものとかですね。ただ、多分、他では出てない切り口みたいなものを、桜岡さんは探してらっしゃるのかなっていう感じはすごく感じましたね。類書があるからですね、類書がないからみたいなところを選んでらっしゃるのかなみたいなところがあって、で、割とその、こう、明るい、ね、イラストの本とかがある中で、これをですね、これが一番いいと思うというふうにですね、ご紹介いただいて、これかみたいな。これ真っ黒だよねみたいな。でもなんか、SNS で、黒い感情っていうのを引くと、たくさんの人がですね、毎日黒い感情ってキーワードで、私は黒い感情今抱いてるとか、なんか今日も黒い感情が、なんか、もやもやと、なんかその、この本とはまた別に、一般的にその黒い感情って言葉をですね、つぶいてる人がすごくたくさんいるなって思ったんですよね。なので、普段はね、本当に表面には出さないけれども、SNS みたいなところで匿名では、なんでしょう、書き出したい人っていうのはすごくいるんだなっていうふうには感じました。なるほど。そうすると、まずは桜岡さんはやっぱりその黒い、まあ、原書の方もね、黒い表紙で、こうなんかしっく、あの、本当に ね、そうですよね。帯っていうかね、カバーがちょっと白いのがついてますけど、本当にこう黒い表紙でっていうのがちょっと、今の韓国のエッセイ本の中でだと特に際立つ感じですよね、黒いのがね。じゃあ、これがなんか、いいなと思って、じゃあもう中身について桑畑さんと相談をして、けど、今桑畑さんがおっしゃってた桜岡さんの中で、ちょっと他にはないようなタイプのものっていうのをすごく意識されてたんですね。そうですね。もうすでにたくさんいい本がいっぱい出ているので、その中でちょっと違う切り口で、でも日本人の読者にもなんか響くようなテーマはないかなというのはかなり模索していたと思います。けど、それから考えると、本当に、こう、なんていうのかな。合致する、その桜岡さんのイメージしてたものに合致する本だったって感じですね。そうですね、結構、見た中で一番良かったなと思ったので、すごい良かったです。
あ、そうですよね。そうですよね。出したいと思ったから全部出せるわけではいない。これはね、ないので、それも本当に出したいって思いと、それがうまく出版に至るっていうところまでのね、いくつかのこう段階があるので、それは本当にいい出会いだったんだろうなと思うし、あと、桑田さんがおっしゃってた、その、ハッシュタグで黒い感情っていうのを出してる人たちがいるっていうのを今、言われてみればそういうふうに吐き出すことってできるなと思ったんですけど、すごい、そんなにいるんですね。す結ごい。構多いんで検索してみてくうん、そうだです。さい。いろんな人の黒い感情を読むことができ。毎だから、やっ日投ぱ稿り、されてますよね、黒い感そう情。なんですね。そういう意味ではね、そういう人たちにとっては、じゃあ自分はそう思ってるけど、それとどう向き合うんだっけみたいなところに、ふとね、思った時にこの本とかがバッチリハマるのかなっていう感じしますね。なるほど。ではまあ、そういう意味では主役のところから桑田さんが、担当されてたりして、まあ、あとはいえどね、スケジュールもあったと思うんですけど、桑田さんが翻訳をそのまま担当されることになったっていうことですね。あそうりでます。す。で、桑田さん、さっきもね、自己紹介でもおっしゃってたんですけど、本当にこのところはちょっと、BTS 関連本のね、監修やら、翻訳が続いてた中で、まあ、もともとね、エッセイとかもたくさんなさってますけど、久しぶりな感じが私の中ではしたんですけど、久しぶりそうです。です1ね。年ぶりぐらいですかあ、ね。やっぱりそうですよね。そうですね。ね。まあね、いくつか並行はもちろんされてるとはいえど、まあちょっとね、BTS 本が続いてらしたイメージだったので、久しぶりのエッセイの翻訳はいかがでした？そうですね。BTS 関連とかだと、割とファクトが重要じゃないですか。実際に起こったこととおこか、とね。あったりするので、エッセイはどちらかというと、感性、重要だったりとか、だから著者さんがですね、ある時期に、その自分の中に入ってくるような時期があってですね、言葉が出やすくなるかなっていうところがありますよね。ね、エッセイはまさに著者さんの心の内みたいなものが飾られることが多いから。そうですね。あとは何でしょう。いかにその、結構ソルエダさんの原著っていうのは、深いんですよね。まあ、リフト方も深いんですけど、何でしょう。結構衝撃的でしたよね、桜岡さん。読みながら、ここまで書くんだ、みたいな。結構赤裸々に綴ってくださってたのが、自身まあ、のそれ体験ががね、良かったのかなと思って、ここまで書いてくれるんだっていうぐらい、しっかり書いてて。そうでしたっけ？なんか読ませていただいたんだけど、日本語になると、なんかそこまで思わなかったのはなぜ？いや、でもね、ページによっては、ご自身のですね、なんでしょう、いろいろな、苦しんだ経験とかが書いてあるところもあるんですよ。で、前著が黄色で明るかったじゃないですか。なので、まあ、ソルダさんだから割と、ソフトなエッセイなのかななんて思ったんですけど、なるほ読みど。進めていくうちに、そっなんかでそっそかの、そっか。専門用語とかが入ってきて、ご自身の、苦しんだ時のその病名じゃないですけど、みたいなところも挙げていて、ある意味、確か実に。話なんですよね。その辺のいい意味での重みみたいなのがあって、説得力がすごくあるかなって感じしましたね。なんかそのすごく実体験というか、ご自身のことをそういう意味で本当にご自身の中に芽生えたいろんな黒い感情を描かれてるっていうのは、ありそうまですすね。ね。それをどういうふうに解決していったかみたいなところを、ご自身の経験も含めて、こんなふうに発想転換を変えるといいとか、これはそのまま受け止めればいいみたいな感じで書いそうてあでるすよので、ね。この辺にすごく説得力があるな。だけれども、ブックデザインとかはね、その本当に現象を踏襲されたような形になっていて、ね、そこが作品感を、まあ、すごく大事にされたことだと思うんですけど、先ほどもあったように、やっぱり韓国でも目立ちますけど、日本でもああいう黒い表紙っていうね、すごくこう、目立つ部分、なかなかないことなので、そのを踏襲すること自体についての、社内的な反応というか 特に、多分販売関係の方とかがそういうのすごく気にされると思うんですけど、その辺は何か、
なんですかね、社内的な調整とかあったんですか、桜川さいや、特に何もなくん。て、あ、そうなんだ。もう何も言われなかったです。逆にやっぱり皆さんちょっと違うのがいいなと思ってくださったのかしらね。でももう原書自体が白黒だったってこともあって、ああ、そっか、もうね。そうですね、ピンクとか赤とかになる方が逆に違和感うん。ちゃうかもしれなかうったかなと。特にそこまでモノクロのカバーに関しては極めちゃったので、ん。うん。うん。うん。なんかすぐに受け入れられた感じでは。なるほど。ねえ、なんかあれ、日本でのその黒い表紙を見たときに、おおって最初は 私自身は 思って、なんか、原装の方が本当に白いこうカバーの部分っていうか、あれが大きかったので、ちょっとその黒とは言っても、ちょっと違ったので、日本語の方がなんかすごいインパクトが感じられました。印象は泣いてもないし、表情がちょっと暗いだけの悲しんでる感じなんですけど、日本語版はもう思いっきり泣いてる泣いてるにしてね。るので、はい。ここの方はちょっと日本の方がちょっと印象が強めにあったのかなとは思います。けどその分すごくインパクトがね、あるっていうか、もう絶対他とも間違わないって言ったら変ですけど、ああ、黒い感情だっていうのと、ね、すぐにわかるというか、そこがすごいなと思っちゃいました。いや、けどね、さっきその赤裸々にソレルダさんがこう語ってらっしゃるけれども、やっぱりあのイラスト、ウサギのソルトちゃんでしたっけ？前作と同じキャラクターの。ウサギちゃんのキャラクターがあることで、なんかすごくその赤裸々で語られつつも、なんかちょっとやっぱりソフトなイメージもあったり、デザイン的にもちょっとこう、なんで、ウサギのこう、アイコンみたいなのがページの中にも入ってたりするので、なんかその思いながらもそんなにこう、重苦しくはないというか、フォントの感じとかもね、すごい優しい文脈に感じられて、で、じゃあ、桑田さんに少しお伺いしたいんですけれども、そのキャラクターのうさぎちゃんのイラストがあるのはすごい効果的だったんですけど、翻訳をされるときにこういうキャラクターとか、まあ、イラストがついてることって何か変わることとか、そのイラストとかを意識するようなことはあるんでしょうか？はい。今回の本は、やはりソルルナさんのその赤裸々な話もありつつ、イラストが絶妙なんですよね。これがこの本の最大の魅力というか、ソルルナさんじゃなければできない本だなっていう感じはしたんですけれども、各、キーワードがある前にですね、1ページのイラストがあるんですよね。それが言葉とぴったり合っていて、で、逆にですね、その単語、韓国の感情の言葉と日本語の感情の言葉って、先ほどのエッセイの話にも関連してくるんですけれども、一対一で対応するものでもなかったりするんですよね。例えば、名詞だったら絶対一つ対応するじゃないですか。でも感情の言葉っていうのはいろいろある中で、日本語でどれを選ぼうかみたいな、いい意味でジレンマみたいなのがあるんですけれども、例えば、コダルプだって単語があって、それは辞書で引くと、非常に疲れてだるい、辛い、しんどいみたいな、出てくるんですね。その3つの中でどれを選ぶかっていう時に、非常に疲れてだるいっていうのは、項目として長すぎますよね。疲れるとかっていうのも別のページに似たような単語があったりするんです。辛いも同じような単語で辛いがぴったりあるっていうのがあって、その中でしんどいかなって思った時にイラストを見るとですね、しんどそうなイラストがあって、これはしんどいがぴったりだなっていうふうな、その訳語を選ぶ時の参考にも大いになったし、逆にそのイラストに寄せて、言葉を選んでったっていうページもありますね。その訳語がいくつか浮かぶ時に。なので、そういう意味ですごく、助かったし、それがぴったり合うような形で、伝わるといいなと思いながら。けど本当に絶妙なんですよね、あのイラスそうなんト。です。見れば見るほど見るね、と、なんか、うまいああ、なーって思うんですよ、このイラスト。そうそう、こんな感じって思うんですよね。今出た、その例えば確かに、疲れるとしんどいは微妙に違うニュアンスが、多分ちゃんと描かれていそうて、なんです。辛いも他のページに似たようなのがあったりとか、そう。重なっちゃいけないんで、
そうですよね。そうそなんこで難す。しいところですようね。んうん。なるほどね。やっぱりそういう意味では、この内容も含めて、あと、これにか、くっついているイラストっていうのは大きなこの本の魅力で、そこからのも楽しめるっていうことなんですね。ありがとうございます。でね、桑田さんご自身、まあ、久しぶりとはいうことですけど、エッセイを手掛けられる機会も多いと思うんですけれども、エッセイをね、翻訳するときに、まあ、なんか、桑田さんご自身が一番なんか心がけてっていうようなことって何かありますか？そうですね。さっき言ったの、著者が表現する著者の言葉、著者がどんな言葉で伝えたいのかっていうのと、あとは分かりやすくする。ああ、やっぱり。韓国の言葉って何ですか？直訳するとめちゃめちゃ硬かったりしますよね、エッセイでも。漢字語がベースになってたりするので、それをなるべく話しかけるみたいな言葉にするっていうところと、何ですか？なんか演技するみたいな感じ。著者さんが中に入って演技して分かりやすく喋ろうみたいな。噛み砕くというとこんな感じですみたいなところと、あとエッセイやるときには音楽をですね、聞きながらですね、その本ごとにテーマを決めて、この人は YOASOBI だとかですね、今回は桜子さんおすすめのアイナ・ジ・エンドさん だって途中で教えていただいて、あ、なるほどねって私初めて聞いたんですけど、ビューティフルさって曲がとってもいいんですよね。なんかそこのですね、結構とんがった曲調の言葉とかを、なんか参考にしながら、イメージにしながら、みたいな、なんかその曲とかアーティストを決めて、なんかその世界観みたいのを、なんかそっちに寄せていくみたいなのあるかもしれないですね。おお、それは面白いですね。なるほど。じゃあ、この作品だったら、このアーティストの、この感じの曲調でいく。で、もうその世界観に訳しながらも入っていく音楽も含めてみたいな感そうでじ。すね。なんかそれは、編集者さんとこんな感じですかねみたいな感じで、だいたい一致させてやっていくことが多いです。で、今回、帯のところもね、推薦でしたっけ？なんか、アーアティイストナのさ方にね、書いていたん。だいてたのかな。じゃあ、これ桜桜子さんさん。は、もうおすすめなんですね。すごい好きで、本、推薦文ももらいたいなってちょっと、もうか、案件を取れたタイミングでずっと思ってたんですけども、どれがいいかなってずっと考えてて、で、まあ、イナジエンドさんがもうずっとちらついてて数ヶ月、これお願いしたいと思いながら、で、やっぱりお願いしたいと思って、やっと、これこの念願かなってすごい嬉しかったです。それはね、今のお話を聞いたら余計にね、それぐらいこうイメージが、本当ね、お好きなところに合わせてこの作品との、マッチするところっていうところ、けど、願えば叶いますね、そういう意味では。そうですね、もう本当に嬉しかったです、まさかと思って。多分それは初めこう。てですよね、アイね、ナ多さん分。が帯書いてくださったのっておっしゃってましたよね。私のリサーチした中では、他は見たことがないので、私多分も、初だと思うんですそうですけか。ど、どう私なんもだろ実は今回の帯を見て初めてごめんなさい、存じ上げたっていう感じだったので、すごい、すごいと方のこう、目のつけどころというか、今やっとそれで、なぜこのね、お願いしたのかっていう理由も分かって、余計にいいですね。そういう思いが詰まった感じが非常に出て受けますね。ありがとうございます。最初にもね、申し上げた、本当黒い感情という言葉がとてもダイレクトで、なんかこう、自分の中の黒い感情の部分を見透かされそうな感じが私はしながら、私、隠してたけど、どうしよう、バレたらみたいな、ちょっとドキドキをしながら読ませていただいたんですけれども、私はね、自分が刺さったところがね、なんか悲しい方、全部仕事に関することでのつぶやきのところになってたんですね。どんだけ仕事のこと考えてるんだいって思って、ちょっといかんなと思ったんですけれども、お二人もね、それぞれ、
痛感したところがあるのかなと思うんですけれども、どんな言葉が響いたのか、あと、ぜひこれから手に取っていただく皆さんへのメッセージとともにね、それぞれ紹介していただければと思うんですが、久保田さんはどんな言葉だったでしょうか。なるほど。これは言葉を選ぶパートあ、なんでごでざもいいまですすね。し、大丈夫ですよ。なるほど。なんか、希望っていうところがあって、すごく、曖昧にすごく短く説明してるページがあったりするんですよね。それあとりかますすよごね。く、わかりやすく書いてらっしゃるところがあってですね。希望は挫折から芽生えるとかですね。希望は、挫折は希望を生む栄養みたいになるっていうところが、なるほどなって、シンプルですごく響きましたね。ここのイラストもですね、とても絶妙なので、179ページ前後、ぜひ見ていただければと思います。はい、それださ、うまいなと思いますね、この辺の絵が。じゃあ、桜子さん、どのあたりが。私も結構、桑畑さんから原稿を届くたんびに、私のことかもと思うのが結構まんべんなくあったので、割と全部、あれ、私のことかなみたいなぐらい気になる文章たくさんあったんですけど、私もよくよく読むと仕事の関係のことが佐々木さんと同じく多かったなと思ってて、215ページの心配とか、ちょっと途方に暮れたようなうさぎが書いてあるページなんですけど、217か。なんか、ずっと不安だったりするから、心配性の私にはこれがすごいぴったりだなと思って、読み込んでた気がします。そうですよね。あ？なんていうか、本当に、私の気持ち、そうだったみたいなのを、よく自分では感じてるけど、分かってなかったようなところを言葉にしてくれているなと。私は、さっき言った仕事っていうところで言うと、無意味っていうページの中に、仕事にはもともと意味はないっていう言葉が最初にあったんですね。無意味ちょっと、こっちに残ってなくて。あれなんですけど、それが、なるほどっていうのと、そこ自体に意味はないんだなっていうぐらいの気持ちって大事だなっていうこととか、自分がついついそこに大きな意味を持たせすぎないっていうようなことを書いてあって、ついついね、私たち多分ね、大人になってると仕事の時間がすごく一日の中で占めちゃうので、大きな意味を持たせすぎちゃうんだなって、そうではあってはいけないよっていうのが、はい、わかりましたっていう感じに思ってしまいました、私も。ありがとうね。多分皆さんそれぞれ読んでいただくと、そう私も思ってたけど、こう思えば思い、変えてみるといいんだなというね、ヒントもいっぱいあるのかなと思いました。ありがとうございます。あっという間に時間になってしまいまして、そろそろ最後なんですけれども、まず桜岡の桑田さん、本日ありがとうございます。本日いかがでしたでしょうか。収録の感想と、それで、皆さんへの最後のご挨拶をお願いできればと思いますが、じゃあ桜岡さん、いかがでしたでしょうか。はい。なんかもう、韓国のベテランのお二人とお話しできる機会があって、個人的にはすごい楽しかったです。なんか本のこととかも紹介していただいてすごく嬉しかったんですけども、個人的には韓国本当に行きたいので、どこに行けばいいかっていう案内とかも伺いたいなと思いながら、またお話しできる機会を楽しみにしております。黒い感情の本自体はもう、なんだろう、すごい悩んでる人にはぜひ手に取ってもらいたい一冊で、なんかもやもやしてるなと思ったら、なんかそれちょっと黒い感情だったり、黒い感情という言葉を聞くとちょっとうわーって思っちゃうかもしれないけど、全然みんな持ってる感情ですし、なんかそういったことにちょっとでも悩んでたら、ぜひ手に取ってもらいたい一冊だなと思っておりますので、ぜひお近くの書店で手に取っていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ、桑田さんからもお願いします。はい。ありがとうございます。いつも聞いているラジオに、ついに、参加させていただく機会をいただきまして、
ではありがとうございました。はい。あと、この本はですね、桜岡さんのですね、情熱の賜物だと思います。本当すごいんですよ。この粘り強さとか、お話してるときはですね、すごくソフトな感じです。すごくね、粘り強い方だなと思って、あと、すごく企画力っていうんですがね、周りを説得する力っていうのがすごいなと思って、すごくですね、将来が楽しみな編集者さんなので、まあ、次回作はどんなのを引き当てるのかなっていうのを楽しみにしております。はい、素敵な編集さんとご一緒させて楽しかったです。あと、この本なんですけれども、家庭の医学みたいな感じかなと思って、なんか自分がですね、例えばこんな風にだるいとか、こんな風になんか希望を絶望しているみたいな時に、家庭の医学みたいにこうやってパラパラってめくりながら、処方箋みたいな形で、読むと心のお薬みたいな形で、何でしょう、心の切り替えとか、生きる元気が出てくるのかなっていうふうに思います。黒い感情だけど、実は黒くなくてですね、白くなる、心が白くなるような本じゃないかなと思ったりもしたんなるほど。ありがとうございます。心の処方箋ですね。ですね。はい、漂いい白文できる感じ。ですね。おそらくタイトルに使えそうな感じがしてきました。番組タイトルに。ありがとうございます。今日は黒い、私の中の黒い感情のご担当いただいた桜岡さんと桑畑さんにお話を伺いました。本日ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回の私これ担当しましたはスペシャルバージョンで、編集担当の桜岡さんと翻訳者の桑畑さんのお二人からお話を伺いました。黒い感情とうまく付き合う方法を学べそうな一冊でしたね。桜岡さん、桑畑さん、ありがとうございました。それでは今週の新刊とイベント情報を小倉さんからお届けします。お願いします。はい、本日は3冊の新刊をご紹介します。1冊目は千曲書房から3月21日に刊行される耳をすませばです。こちらは長男無樹著、幼いその子訳です。82年生まれキムジヨンの著者長男無樹のデビュー作にして傑作が日本語訳刊行です。抜群の聴力を持つ少年がテレビのサバイバル番組に出場し、著者インタビューも必読です。2冊目は徳間書店から3月21日に刊行されるマチカツ33 K-POP 推しが兵役から戻るまでにしたいことです。こちらは牧著です。韓国男性にとっての兵役はどんな職業であれ避けては通れない道。それはもちろん K-POP アーティストら有名人でも同じです。兵役に行ってしまう推したちが無事に戻ってくるまでに K-POP ファンがやるべきことはたくさんあります。これまでの出演作や映像、聖地をリストアップして巡ったり、韓国語のフレーズを覚えたり、美容に精を出したり、待っているのにワクワク感が増幅し、思っても見ない世界をさらに深く知ることになる。そのための33の行動を示した K-POP ファン必見の初のバイブルです。3冊目は大月書店から3月21日に刊行される大学生が推す深掘りソウルガイドです。こちらは加藤啓紀監修、一橋大学社会学部加藤啓紀ゼミナール編です。2021年に話題になった書籍、日韓のモヤモヤと大学生の私の監修編集メンバーによる新しいガイドブックが刊行されます。
有名な観光地を歩き、グルメと買い物を楽しむだけじゃもったいない。ソウルの街や通りのあちこちには、日本と関わりの深い朝鮮の歴史が刻まれています。普通のガイドブックにはない見どころ、歩きどころを紹介する一冊です。続いてはイベント情報を一件ご紹介します。3月27日水曜日19時から、チェッコリ読書クラブが東京神保町のチェッコリ店舗にて開催されます。テーマ本はキム・オンス著、オ・スンヨン役の設計者。モデレーターは東京赤坂にある書店、双子のライオン堂の店主、武田信也さんです。詳しくはチェッコリのホームページまたは SNS をご覧ください。K-BOOK ラジオでは皆さんが読んだ韓国の本 K-BOOK の感想をお待ちしています。 X や Instagram、 YouTube チャンネルのコメント欄にハッシュタグ K-BOOK ラジオをつけて投稿いただくか、専用の投稿フォームから感想や番組へのコメントをお寄せください。私これ読みましたのコーナーで紹介させていただきます。皆さんの感想をお待ちしています。なお、K-BOOK ラジオは、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、YouTube チャンネルでお聞きいただけます。お好きなプラットフォームでチャンネル登録をよろしくお願いします。ご紹介した書籍やイベントの詳細情報は各回の概要欄にありますので、こちらもぜひチェックしてください。本日の放送はこれでおしまいです。皆さん気になる本はありましたか？ぜひお近くの本屋さんに足を運んでみてください。読んだ本の記録を自分に合った方法で残しておける技を見つけられるといいですね。それでは来週金曜日にまたお会いしましょう。アンニョン。アンニョン。